はい、どうも、チカシュです。まあ、今回は、前回に引き続き、あの上位勢のあの人とミリグでいろいろ聞いてみたドッキリ始めていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、今日来てくださった方はこの人です。どうぞ。皆さんこんにちは、吉本ゲーミングからまりのヒョンです。はい、というわけでね、もう皆さんお待ちかね、あのぴょんさんがねやっと来てくれたということで、まあ、いろいろ聞いていきたい、早速聞いていきたいんですけど、まあ、まずはとりあえず、まあ、もちぶきとサイコ X パワーをね、まあ、知らない人からするとね、何使うんだろうって。知らない人いるか分かんないですけどね。もちぶきは、もちぶきか、なんだろうな、チャージャー系統かな。一番使ってんのはリッターだけど、たまにスプラチャージャーとか。はい、まあチャージャー系統ですね。で、まあ、X パワーの最高は、はい、俺ちょっと あんまね、詳しく覚えてないんだけど、はいはいはい、1900は行ったことあるんだよ、1回か2回か分かんない。おお、詳しく分かんないけど、1900は行ったことは。なるほど、ありがとうございます。はい、まあもう知らない人はいないレベルで、もう昔からねブイブイ言わせてたヒョンさんなんですけど、まあ、吉本ゲーミングからまりにも所属していて、人気プレイヤーっていうか、あなたの推しは誰って聞いた時に、まあ大体ヒョンさんか俺かみたいな。それはようわからんけど感じです。まあ、本当にもうスプラ1から上位勢としてチャージャー1本でね、やらせてもらってます。名前が上がってきてるわけですけども、まあ、質問を全く考えてなくて、何聞こうかなって感じなんですけど、じゃあ、まあ、チャージャー系統で、はいはい、まあ、自分以外で、まあ、自分は自分が一番うまいって思ってるじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。自分以外で、まあ、チャージャーこの人となら対等にやり合えるというか、この人自分でもちょっと勝てるか分かんないみたいな人とかいたりするんですか、ポンさんレベルでも。まあ、もちろん対戦しててうまいなって思う人はいますね。ああ、例えばチコタン。あチコタン、福波さんとか。はい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 、はい、ミミックさんとか。あ、ミミックさんね、結構最近大会とかで当たるんですけど、マジでめっちゃ抜いてくるよね。さすが X パワー3000とか。ああ、もう唯一のチャージャー3000、ね、マジでうまい。まあでも今名前出てきた人 もチコタンとかと仲いいイメージあるんですけど、そうだね、割とアニカップルとかも見たりして、うん、いいですね。わかります、その方々。本当に勝ったことないです。みんな俺会ったことない、勝ったことない大会で、勝ったことない。ああ、もう毎回負けてます。ちょうど1回1個前のエリア入ってくらみさんに負けて、そうなの、予選を突破できなかったですね。チャージャーと相性良さそうだけど、そうな、編成的にめっちゃ有利だったのに、まあ、結局技量で押されてしまうっていう、もふがいない結果になったんですけど、そんなぴょんさんの、まあ、1から上位勢なんでいるか分かんないんですけど、まあ、いたら答えとしてるんですけど、まあ、スプラプレイヤーで尊敬している人、まあ、もういなくなってしまった人でもいいし、いる人でも全然、この人を尊敬してすごいなみたいな。もうね、前って言っちゃうとちょっとあれだけど、はい、ダイナモンさんめっちゃすごいなと思った。おお、普通の甲子園もそうだけど、ワンの時とかも実績がすごいな。はいはいはい、すごいなと思
だと誰かな。ミツさんとかヒイラギさんとかかな。ああそうなんだ。それはなんで。なんかじゃあ頑張ってる。ああ、マジで声優さんも相当やってるだろう。すげえなって、じゃあ頑張ってるプレイヤーがすげえ尊敬できるんだ。そうだね。へえ、おもろ。じゃあこの今さ、はいはい、もうなんか言っちゃうとないじゃん大会が。ないね。もうその中でもやっぱ頑張ってるのは本当すごいなと思う。あ、モチベー保つのもしんどいしね、正直。そうだね。はい、というわけで、はい、次の質問に行くんですけど、はい、あ、じゃあ好きな武器、その持ち武器とか関係なく、なんか持ってて楽しいなとか持ちたいなみたいな。あ、でも俺も今さ寿司持ってるけど、これ大丈夫かな。あ、全然いいよ、全然いい。で持ってて楽しい武器はマジで寿司。まあ、まあそうでしょうね。みんなもうチャージャー持ち武器って言ってたのに、もうさっきの試合から俺言ってなかったけど寿司持ってたもんね。そうだね、今アサリだからね。あー、チャージャー弱いもんね。寿司面白いんだ。いいでしょやっぱこのゲーム。まあそうだね、シューターがやっぱ面白いなーっていうのが。で逆に嫌いな武器とか、使ってて面白くない武器とか、もう対面してて嫌いみたいな。ね、まあ、最近そんな見なくなったけど、スクリュースロッシャーは、あ、はい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 。マジなんか当たり判定がようわからん。あの武器は、うん、見た目よりでかい。あの武器は嫌いだし、最近だとジェットスイーパーだね。あー、ハイプレの方。ハイプレもミサイルもどっちも。うーん、あー、じゃあ使ってる側からすると何で嫌い。まあ、チャージャーメタで流行ったみたいなとこあるもんね。そうだね、スペシャル回転率がマジでやばいから。ボトルも無理って言った今。ボトルも無理。あー、なんか射程がよくわからん武器が苦手なんだ、ジョブランさんは。まあよく突っ張ってるもんね。ボトルは本当にやばい。やばいよね。うん、やばい。そんなジョンさんに次の質問なんですけど、まあ、次の質問は多分俺って答えちゃうと思うんで、まあ俺以外で組みたいプレイヤー。組みたいプレイヤー。組みたいプレイヤー。一緒にやっててやりやすいプレイヤー。なあ、まあ俺以外でね、お願いします。誰だろう。まあでも結構ね、はい、ガンガン前行ってくれるプレイヤーはね、これやりやすいんだよ。ああ、じゃあ最近だとヒイラギさんとか。そうなんだ。そうだね。へえ、まあ、怪しいかもけど。あ、怪しい。この前東西イカ祭りで、はいはいはい、スリュウさんと味方でやったんだけど、はいはいはい、スリュウさんめっちゃやりやすかった。あ、スリュウさんキル取りに行くんであれだから。そうそう、わかる。うまいって言ってて、うまいしね。もうマジでうまい。でもあれで結構なんか時間空いてるみたいな、引っ越、最近引っ越ししたみたいで対戦通ってなかったから、最近またやり始めて。で、あれだからね。やばいね。バケモン。うん、やばいね。俺だからこの前が初めてだったね、スリュウさんとやったの。ああ。やりやすいな。チャーデュアル、まあでもデュアルって結構何でも合うし。うん、なるほど。で、どうするこっから。
いやーまあ喋りつつ。今から。もう今からもうね、仕事がないというか。じゃあもうなん結構知れ渡ってるぴょんさん。ぴょんさんの情報がね、誰も聞きたいことがない。あんまりない。うん、なんで、だらだら喋りつつ、まあ思いついたら質問みたいな感じで。行くんですけど、あ、好きなルールとかは？好きなルールは、ラグラとエリアかな。あー、それやっぱチャージャーが強いから。そうそうそう。あー、まあ最強レベルだもんね。ホコアサリはチャージャーが弱いから。そうだね、あんまどちらかというと それでじゃないかも。ホコアサリがチャージャー弱いからエリアヤグラが好きみたいな、うん、まあそうだね、そんな感じな気がする。確かにアサリいつ配信見てもだけだし、チャー以外持ってるってことね。うんなるほどね、なるほどなるほど。いいな、やばい、いけねえなー、これ負けませんね、うん、あんまりその結構ピョンさんって裏でゲームやってるイメージあるんだけど、はいはいはい、そう裏でよく遊んでるスプラプレイヤーとかいるんすか？あーでも俺基本なんか一人で遊んでるから。あ、そうなんだ、やっぱ友達がそんなにいないから。あでもあそうだね、うん、基本一人。へえ、かわいそうに。なるほどね。質問が思い浮かばないですね。あ、じゃあスプラス3や今後のアップデートがあるとして、うん、それに求める内容というか、まあ、2だったらこうこれをこうしてほしいとか、まあ、3が出るんだったら3はこれがこうなってたらいいなみたいな。あ、上位勢視点の2も、うん、2もどっち何でもいいよ。2だけ、2はとりあえず、うん、ジェットスリーパーのスペシャルポイントを必要、スペシャル必要ポイントをもうちょっと欲しいのと、はい、まあでもそんぐらいかな。ああ、もうでもみんなが思ってることだもんそれは。180だからね。ちょっとバカだよね。まあ、塗りポイント違うわ、スペシャルポイントそのままで塗り性能上がった時でも大体壊れちゃってるからな。52もそうだし、まあ、アップデートあるかは分かんないけどね。そうだね、ちょっとあったら期待したいな。じゃあ3でもチャージャー使う予定ですか、ヒロミさんは？3でもチャージャー使う予定だね。あ、そうなんだ、もう貫いて。いやだって、体が非常に強いんだから、このゲーム。まあ、そうなんだよな。結局な。ぴょん、ぴょんって名前は何が由来なの？ぴょんはうさぎ年。あ、うさぎ年だからぴょんなの。深いあれはない。あ、そうなんだ、ウサギが好きとか親がウサギとかそういうのではないんだ。そういうのね、待って、親がウサギってどういうところ？解説必要それは。もういいでしょ、広がなくて。自分の親動物？あ、でもあとね、スプラトゥーン3はね、うん、あのマッチング中に紙スイッチとかできたら面白いかなって思う。あーなるほどね。俺は逆、俺はまあそうだな、マッチングもうちょい遅くしていいから、公営が奇数とかそういうマッチングがなくなったらいいなと思ってるから、まあそれも合わせてマッチング遅くなって
部分に集中できるみたいな、そういうのがあったらいいっすね。相手強くね、手も足も出ないんだけど。毎回俺この逃げ方の動画さ、ガチで雑魚なんだよね。もうゼロキル中ですから。これ負けですよさ。やばい、マジやばい。とりあえずあさり全部いくよ俺が。つないでくれつないでくれ。ありがとう。いい。逆に近しいさ、うん、さっきのログに質問してくれた、はいはい、組みやすいプレイヤーというか誰も。あー、組みやすいプレイヤー、まあルッサン、あ、公演持ってない時のルッサンとか、まあ、対面取ってくれるし、うまいし、まあ、まあ同じガンガン前出てくれるプレイヤー、タレンタナさんとか、うん、同じラインか俺の一歩後ろとかに人がいたらめっちゃやりやすい。まあなんかこの人と組みやすいってよりかは、後衛がいない編成が好きだね。ああ、まあそうだよね、キャンプみたいな。だから一時期ピョンさんと結構一緒にやってたじゃん、はい、気が狂ってたんだなあの時は。まあまあまあそうね、うん、俺ピョンさんなんか編成というか雰囲気が結構やりやすいから、まあ一人で泣いてるときは泣いてると思うけど、なんかあんまりその雰囲気を落ち込ませないというか、あーあーみたいな、ああみたいな、そういう雰囲気出てないからめっちゃやりやすい。雰囲気大事だもんね。なんかそういう雰囲気出されるとね、ああ終わったし、なんかめっちゃ下手くそになっちゃう自分が。いやこの人ちょっと慣れてるから自分が何とかしなきゃみたいな感じになって、もうエイムが悪くなる。ちなみにルッサンはそういうタイプ。どっちどっち、悪くするタイプ。そう、ルッサンは悪くするタイプ、マジで。あ、そうなんだ。そう、機嫌がめっちゃ出るから。だから楽しい時は本当に俺も調子良くなるしみたいな感じなんだけど、はいはいはい、ルッサンが死んでる時はもう一緒に死んでるね俺。ピョンさんなんか自分から誘わないよな大会。あんま誘わないね。もったいない、もっと自分のやりやすい人を呼んで無双すればいいのに。いやマジきついけどね、ピョンさん相手。チャージャーって結構メタリやすいじゃん。はい、まあまあそうだ。メタられやすいでしょ、うん、メタリに行っても抜いてくるチャージャーがマジで今環境にいると思うんだけど、ピョンさんやばいわ。あの 近距離ね強いのせこい。近距離やな、うん、それスプラシューター、スプラッシュヘッド使ってるおかげ、それもしかして。いや、そうかもしれない、もしかしたら。なんか遠距離はさ、やっぱ結構みんな抜くというか、まあ、チャージャーってそういう武器だから、まあ、ピョンさんも命中率やばいけど、まあ、そういうプレイヤー近距離雑魚であってほしい。どうしようもないから、もう。でも近距離ちょっと隠れたらって引っ張るとみたいに見える。あ、味方に怒られてますね結構。風の噂だとなんかゴッドチャソさんと言い合ったみたいな噂を聞いたけど、ゴッドチャソさんとヒイラギさんに言うんだよ。あ、そうなんだっけ、かわいそうに。あれお互い勝てる、勝ちまでのなんか理想みたいなのが違うからなんともないけど、あとその人にしかその人の視点って分かんないからね、どうなってるのかとか。あ、うまい、これは。うまい。いやー、なんか面白いな、人の話聞くの。なんかこう、スプラプレイヤーとあんまりこんな感じの質問とか
話し合いとかすることってないから、面白い。だ組みやすいプレイヤーするさんって言われたら結構意外だったし。でもそれはもう俺は。え？じゃあやりにくいよ。何が？そのいらないと。でもピョンさんってなんかこう前出たいじゃん。ピョンさんって前出たがるじゃん。なんか別に組みづらさはなかったけど、俺はね、はいはい、どちらかというと負担かかるのはピョンさんだから組みづらさはなかったけど、でもチャーキャンきつかったピョンさん。いやでもなんか俺はそんなきつくはなかったよ。あ、そうなんだ。なんかめっちゃ耐えてエイト稼いでくれるから、逆にそのそれをなんかダットにがきついのかな。アットリーは本当ちゃんと選ばないと。あ、申し訳ないね、あの時のアットリーに、まあ、あんまり覚えてないけど誰かそう言っちゃうとなんか、結構出たね。対抗戦もやっとしな。相手強いんですけど、もうリグマぐらい簡単に対面勝たしてくださいよ。やばいです、リグマに絶対勝てるから。ガチだね、島根強い。ナイス。リグマがそんな強いんだったら勝てるもんがないんだけど、俺最近ガチャマッチも勝てないしさ。分かるわ、きついわ。てか先月のガチャマッチは本当にきつかった俺。そうなの、ね、ステージが。いやなんか島根豪に多くて、やっぱ環境で強いから島根豪に思ってるみたいな人が多くて、エリア触ってくれなくてめっちゃきつかったね。ピョンさんなんかそんな先月はガチもやってなくない？あんまやってないよ。忙しい。いや、モチベが。ああ、スプラトゥーンのそうなんだ、珍しい。もうスプラトゥーンオタクみたいな顔してんのに。そうでしょ。最近そんなの。いやだからガチマッチ1時間ぐらいやったらマジで疲れるからさ。ああ、もう長時間できないよ。やばい、これ待って。あ、リードしてたのか。やべ。マジいなこれ。別ゲーやってるとか、別ゲーのモチベが高いとかそんな感じ。あ、別ゲーそうだね。最近ちょっとバロラントっていうゲームハマってまして、そっちを結構多めにやっちゃってますね。まあでもそれこそやっぱスプラトゥーンは大会がないから。そうなんよね。なあ、わかるわ。何話そうかなまあでもスプラトゥーン3も結構ガチガチに非公式の大会とか出たい気持ちはあるの？それはもちろん。ああ、もうこのまま突っ走ってくんだ。そうだよ。いいね。あれ？今年何歳？今年22だ。22か。すげえな、22歳で。そんなに。何歳だっけ？俺は20っすね。今年で21。ああ。そう。ダメか。でも、もう反射神経がなさすぎてきついわピョンさん本当にね、すごい。俺より上なのにチャージャー使えてんのがやばい。俺も実はスプラワンの時チャージャー使ってたんだよね、ここだけ。あ、そうなの。スプラトゥーン1の時って大会とか出てなかったの？全然出てない。そうなんだ。
もう甲子園とか知らなかったもん俺存在を。へえー、まあ、でも普通にどっちか遊んでたぐらいか。そうそうそう、ジョンさんも全然知らなかったし、まあ、YouTube で大会ちょっと見てて、ニンニクストームとか、ああなんか高いの、そうそう、それしか知らない、だから俺それしか見てないから、もう 思い出しか知らなかったチーム。本当にガキだったからね。ピョンさん俺と1個しか変わんないのに、その頃から最上位に立ってんのは本当にすげえわ。まあでも俺もこの思い出はあんま分かんない。あ、そうなんだ。そう、あの時はそんなまだ大会とかは出てなかったかな。ちょっとでも後なんだよ、アピョンさんが。そうそうそう、配信とかもしなかったんでしょ。配信してなかったね。どうやってそんな、あれ、なんか仲いい知り合いと一緒に上がってった感じ、それともなんか上手い人に拾われて上がってった感じ。なんかない人に拾われたのかな。いろいろなんかいろんな人と交流ある人から声かけてもらったから、そっからどんどん広がっていく。ああ、そうなんだ。拾われるってすごくない？配信もしてないのに。しかもガチマーレート制でもなかったからさ。そうだね、自分を数値化できなかったから、その中で対抗戦相手でして拾われたとか、そんな感じでしょう。だから、あー、そうだね、やるやん。トラクマンの俺は輝いてた。いや、今も現役ですよ。すげえな、対抗戦拾われるの。俺はもうね、物産が弱い頃から知り合いで、そのままルッサンが強くなってったから、持ってかれただけなんだよな。本当に俺全然強くなってる感じだと思って、もうルッサンに感謝ですよ。ずっとやってたんだ。もうスプラワンの時から。あ、ワンからなんだ。そう。なんかツー買うのが遅くて、俺もルッスも、まあルッスは買ってたんだと思うけど、やっぱなんか最初の方ってワンの方が面白いみたいな。そんな風潮あったじゃん。だからそのちょくちょく版やってて、で俺はもう本当に1年ぐらい遅くて、スーパーのが。そうなんだ。もう1でスイッチ買えない貧乏人どもから、貧乏人どもの界隈で俺最強みたいな。でそこ、あ、でもすごいな。そういうところの下っ端にいるスがいて、はいはい、でなんか連れてってもらったね、ここまで。いや、あれ、でもすごい、1年遅れてすごいね。もうだって俺それがもう言い訳だもん、ちょっと負けてる時の、まあ俺1年遅れだしなみたいな。それはすごいよ。なんでそういうところが違うんだろう。いや、本当にそうなんだよね。違うんだよな。分かるわ、本当に。だからすごいピョンさんみたいな人とこうやって動画が撮れるぐらいまで、まあ一応成長できたんだなって。本当にすごい。最高最高。まあ3に出てもちょいちょい一緒にやりましょうよ。そうだね、武器変えるんで俺3で。そうなんだ。もう誰とでも組める武器にする。もうキャンプは人選びすぎて、人じゃねえや、編成選びすぎて組みたい人と全然組めないからやめる。キャンプ、しかしといえばもうキャンプなのに。まあこれからも仲良くしてください。じゃあ、はい、ありがとうございました。今日は、はい、今日はありがとうございました。来てもらって、もう
半年前ぐらいからやろうって言ってたけど結構前から言ってたもん。じゃあまた呼ぶわ。オッケーオッケー、コラボでも何でも。はい、はい、というわけで今回の動画はここで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。